押す。押す。頭光っちゃってる時いいの。俺は光ってません。光ってません。2段始まりました。さっき翔太にね、空手のことを聞きました。聖太は、坂本聖太君です。最近ちょっと売り出し中の、イケメンかな。かわいいね。うん。聖太何歳から空手してるの？ 5。5歳ですよ。5ってよ。今何年生？6年生。6年生やろ？6年生の重量級で今チャンピオンになろうとしたやつが5とか言うの。5歳ですやろ。オス5歳です。オス5歳です。もう聖太、翔太の方が喋れてんのよ。オス。オス。5歳からやって今何年目？ 5。7。7年目。年です。年7。あおやないか。最初松井原から一緒にな、ちゃんとやってて。な。ずっと松井原から今な、やってて。試合何回か出てたよな。うん。強かった。いや、今の方が強い。今の方が強いな。最初の頃は、試合もちょこちょこ出てたけど、優勝とかしてなかったんじゃん。3位やったな。何やった？奈良の大仏。大仏杯。大仏杯やった？あれか、大仏杯。後ろ回し当たらへんかったやつ。濃紺。足は上がんねえけど、濃紺なんですよ、こいつ、もともと。なあ。最近はなんか当てるようになって、外回し蹴りとかで一本取ったりしようよ。なあ。まあまあな。努力してんな。まあ、あれは当たります。うん。空手は好きなの？好きよ。え、好きなの？習い事してんの？他に。今はしてんの？塾。塾、あ、塾ね。前言ってなかったもんな。うん。いや、昔から言って。嘘。最近ちょっと大なったんだ。1年生から行って。あ、1年生から行ってんの、塾。そっから。お前賢いもんな、ほんとにな。こいつ賢いんですよ、皆さん。やめて、うん、違う塾行った。あ、違う塾行ってる。スポーツはやってないの、他に。うん。もう空手だけ。うん。あれ、水泳やったけどやめた。あ、さっきと一緒、翔太と一緒。翔、あの、水泳って言ったの、水泳、さすが水泳って。翔太、プール習ってたの。プールなんか習われへん。水泳やもんな。そこにな。今、週何回来てんの、稽古。5かな。みんな5ぐらい来てます、皆さんね。5な。投資会に入ってな。今、一番6年生で一番上のリーダーよな。小学校だよな。そうだったな、最近。うん、うん。まあまあまあ。調子いいだけ。どういう練習してんの？してない。してないな。してないけど、道場で練習してますって、ちゃんと言わんか。あ、道場では知ってますよ。なんでそうなったん？師匠のおかげ言わんか。自分で言わして。遊びのおかげ。なんでや。家ではしない。家ではほんませえへんもんな。ちょっとだけ剣立てしてるとか聞いたけど。ちょっとだけの。ほんで、稽古行かしてくれ、行かしてくれっていう、ね、あの、生徒が多い中、お前全然言わへんもんな。なんで？で稽古、で稽古、行かしてくださいって絶対言わへんもんな。自分から。強いもんって、あ、そういう意味で。うん。一心はな、一心は人見知りやったらいいから。逆に来てほしい。いや、来てくれるからな、うちはな。今、便利やもんな。便利やもんな。結構来てくれてもな。毎週誰かおるもんな。うん、中学生も平気やもんな、お前な。全然。まあまあ。行ってきてええんやで、で稽古は。全然、うん。あんまり言わへんもんな、自分からな。うん、あの、スパーリング会とかな。うちのスパーリング会とか、たまにな、たまにちょっとうちは出てくれるけど、うん、他のスパーリング会たまにしか行けんもんな。まあまあ、うん、うん。で、道場の稽古で足りてんねんな、お前すごいね。うん、なんで足りんねやろ。ほんま最近そうなったもんな。空手の嫌なとこないの？嫌なとこ。最近遊びが少ないこと。遊びが少ないこと？最近。ああ、それなのに師範に文句言えんの？はい。お前らが真面目せん時多いからちゃうん。いや、最近真面目やって。今聞きました。遊びが多い、少なくなりましたって。そんだけ遊びのある道場なんですよ、うち。な、うん。外で遊んでこいとかな。今遊ばしてるやん、今日。今日は、マット運動してみんなで遊んでます。遊んでますって言ったらおかしい。トレーニング中でも。遊びが多い方が楽しい。な。今は遊んでる。え、それだけ？うん、何が？空手の嫌なとこって。ない。ないの、うん、遊びが少なくなった。まあでもほんまに大事なことやもんな。遊びもな、うん、息抜きとして大事やな。うん、確かに、うん。俺もそう思います。でも最近遊ばしてくれへん、お前ら。なんか前はなんか大会終わって、うん、疲れたから遊ばしてくれてたけど、うん、今なんかない。なんでかしてる？ない、知らん。大会が多すぎん。ああ。大会終わって次の週、また大会。誰かが大会。昔やったらな、
一回大会終わったらもう半年ぐらいなかったってな、3ヶ月なかったりしとったよ、うん、松井の時なんか年に6回しかないんだよ、うんうん、だから遊ばせて、うん、あと遊ばしたらな、あの弱くなるやつもおるからさ、うん、最悪やな、ね、そこはやっぱりな、記者も遊びも大事やと思う。カワテも動画好き、動画好き、うん、フルコンでぶっ倒せるから、フルコンでぶっ倒せるからそれ試合の話やろ、なんか人が沈んでいいっていうのが気持ちいい、うん、ああ人が沈んでな、いいってすごい、沈んで、まあそれはみんなそうやと思う、確かに好きやもんな、うん、決まってない時でも斬新しちゃうもんね、うん、うん、それ大事です。稽古は何がどこが好きなの、稽古、なんかフィジカルやったらなんかあれやん、うん、なんかうーん急に遊んだから、んであれなんやろ、遊び、なんかみんな笑ってるからなんか楽しくて、ああ笑ってんのじゃなくてもうおかしなってんじゃん、おかしい、やりすぎて、なあの時の笑い面白いな、まあ、うん、あの限界超えた時はな、あれはあれはあれはやめへんの、空手はやめへんの、まだやめへんのちゃうかな、シアンもさっき翔太に言ったけど一般の同情生が少ないよ、うち、うん、おっさんばっかりやろ、うん、総年部多いけど若手がおらへんやろ、うん、若手が、うん、だから JFKO の試合行ってもシアン、演舞はなお前ら頑張ってくれるけど一般の選手がおらんから寂しい、うん、だからお前待っとかな、さっき翔太が、まあ、一般大会16歳出れるから8年後らしい、8年やったらシアンもう63?私何歳？今8歳らしいから。8歳やん、うん、60、今55歳やろ、うん、8歳出したら16歳やん、66、シアンが今55やん、うん、8出したら、63歳やろ、シアンもうその頃もう車椅子や腰痛いやろ、お前と何年？俺今16で一般4年、4年待っとったら JFKO の大会出てくれんの、確か、うん、あの一般の大会までやっぱ続けなあかん、うち黒人ってな、いいことやで、黒人らしいいいことやけど黒人ってやめちゃうんや、うん、そやろ、うん、もうそれがしらん寂しいな思って、もう黒人やめようかな思ってんだよ生徒はもう中学校卒業してからでいいかなって、うん、でも黒人欲しいやろ、うん、黒人は小学生で認められるのは全日本チャンピオン5年生以上か6年生ぐらいで、全日本チャンピオンマンモス大会で優勝したらうちはちょっとな、出てもいいよと、あとは全部がちゃんとできとったらな、肩とか移動稽古とかな、基本稽古とかな、人の面倒見とかな、いろんなそういうところがひっくるめて黒帯を認めてます、まあ、生徒はな優しいしな、後輩にも面倒もいいしな、あとはチャンピオンになったらいつでも受けていいです、でも受けてやめんなよお前、やめないっすよ、やっぱり翔太先輩とか勇気先輩みたいに続けてほしいからな、あいつらでもやめるの早すぎんじゃん、うん、もうちょっとはもうな、全日本大会優勝とかしてからな、でも翔太先輩警察官になったもんな、うん、それはすごかった、勇気はちょっと早かったかなと結婚した、うん、結婚してもできるからね、多田大輔先生なんかもう結婚してからでも強くなった、結婚してから強くなった、逆や普通に結婚してからやめちゃうのに、多田大輔先生は結婚してから強くなった、重量級のチャンピオンな、あのローすごい、ローすごい、もう何もかもすごい、ああいう人になってほしい、なんせと頑張って、もう空手の嫌なとかそこだけ遊びが少なくなっただけ、うん、すげえな、あほんで、うん、あれ投資会は、うん、あれ事故終わって、うん、そのまま休みなしで行ってんの、ああ投資会やな、選手稽古は事故終わってからそのまま直接来てんや、うん、それがしんどい、エグすぎる、エグすぎな、うん、まあそれもな分母両方やからな、親に感謝してどっちもやらしてくれてること感謝せなあかんで、まあ最初そんなつもなかったのにこんなやつもなってんからな、それはもうお前の努力もあるけど親の努力もあるよ、4年生から覚醒しましたな、よかったね、うん、そうか空手が好きやねんな、うん、なあシアンのことは、うんうんって何、シアンのことは嫌いの、うんうんじゃない、ないの、いや、そうやねブーンブーン、シアンも好き、うん、うん、みんな好きでしょうな、うん、でしょう、大好きですな、離れんといてね、うん、頑張ってね、うん、うん
で、これからも頑張ります。これから頑張ります。一般でやっつけます。やっつけます。一般で大暴れします。一般までやってチャンピオンになって有名になります。有名になって恩返しをせんの、うん、そこまで相談させてもらったら恩返しをします。一般でやっぱり優勝を取るようになってきたらすごいことだよ。これがほんまの恩返し、昔からよう言われてる、うんうん、な、一般大会で優勝しましたって持ってきてくれたら、ね、何も知らんいらん、それだけで感無量でございます。待ってるで、お前は多分それに近いできると思います。まず一茶倒さなかった。一茶見てる、お父さん見てる、うん、一茶倒さなかったもんな、うちは一茶に勝たれへんな、あいつ真面目やねん、絶対思うわ。お前もフィジカルやったら何でもできるけど、多分一茶もう一個上やいい子やな、あの子いい子やな、そんな大好きな、栄光で強い、やっぱりさすがや、向こうもそう思ってくれてるからな、うん、やっぱそういうライバルがおんのな、あと何人かおるやろ、うん、あと何人かが勝って、石川太一、おー、太一くんか、な、うん、まあ、愛知、うん、あ、石川愛知、うん、あ、石川太一くんかな、誰やねんそれ、石川県と愛知県の、うん、あ、大阪にお前おるよ、いや、大阪に、お前大阪代表、な、代表に近い。な、もうあと3、4人やんかな、3、4人、まあとにかくイッサを倒してください早く、はい、イッサに勝ったらしゃあ号泣するから、はい、うん、な、そんだけイッサってすごいね、あのすごい子で褒めてますし、あの私もね、本人も認めてます。お追う立場の方が強いからな、うん、あいつも追われる立場しんどいね、うん、早く追いついてあげて、あ、これからも頑張ります。おっ、これからも頑張ります。いい動画撮れましたね。